うどんのコシがあると美味しいっていう感覚、意味わからん。どうも、おめきちパパです。今日の散歩コースは表参道ルート、ザラホーム。ここ一回行ったよ。黒いお皿買ったよ。ちなみにこの日ジンバルの部品忘れてスマホ手持ちです。売れが激しくてすんまへん。なんかイベントやってる。シャネル、ここで時計買ったよ。ツン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 、こちょこちょ。セリーヌ、ベンディ、プッチ、すごいのある。フルストア、iMac が壊れた時にここでタダで引き取ってもらったよ。サンローワン、バーバリー、ここ入ったことないからいつか入ってみたいな。店構えもおしゃれで酔い出す。ルイ・ヴィトン、ここでオンザゴー GM っていうバッグ買ってもらったよ。表参道ヒルズ、ジルサンダーの斜め前で座って休憩。ベジタリアンやめなさい。この犬、前世がボクサーだが、ディフェンスうますぎ。ボメキッチはやっぱり高級ブランドより食べ物が好き。特大パフェ、ゴッドチーズバーガーええやん。ここは古着屋かな。店の前にもフラミンゴ。時計のブライトリング、パイロットが使う時計。美容室の島って有名？バレンシアガ。バツ三角 G？ お今日の散歩はこのぐらいでおしまい。この日は涼しくてよかった。さあ、帰って風呂入って寝よう。じゃあの。